はい、特賞始めます、フィッシュマンテスターの神谷紀之です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自分が住んでるのは鹿児島県なんですけれども、ホームにしている川が鹿児島県の肝付川っていう川です。流堤がね、比較的短いんですね。流れてる水の量は結構あるんだけど、流堤がだいたい35キロぐらいの川 で、シーバスが釣れるエリアが河口から10キロぐらいまでなんですが、すごくまあ変化に富んだフィールドなんですよね。河口域はだいたい川幅が200メートルぐらいだけど、そこからもう2キロも進んで上流に登れば川幅だいたい50メートルで、そこから1キロ上がったところでもう30メートルとかだけど、結構水深があって流れが激しくて、で岸際はレイダウンが数多くあったり、テトラが沈んでたりで、オーバーハングが、竹のオーバーハングがすごく多いエリアで自分は釣りをしてます。でそういった場所でね、活躍するルアー、もちろんビッグベイトが活躍する時期もあるんですけれども、結構ねちっちゃいルアーじゃなきゃ食わない時期っていうのがあるんですよね。特にその河川中上流域で大きい魚が釣れる時期って、自分の鹿児島の肝付川の場合は夏なんですよ。真夏で、真夏の割と日中でもね、竹の覆いかぶさってるオーバーハングの奥で得体の知れないでかい捕食音が響くんですよね。赤目かもしれない、でもシーバスだったらモンスターシーバスだよな、そいつらをなんとかやっつけらんねえかなって。ちっちゃいのは、まあ、例えばブローウィンの 80S とかを、レイダウンやオーバーハングの奥にねじ込むんですよ。ことごとくやられちゃうんですよ。その時使ってたロッドが、もう去年かな、一昨年かな、もう廃盤になっちゃった、76L というモデルでした。その 76L、 軽いルアーを運ぶのはものすごく得意です。レイダウンの奥に軽いルアーを届けるのはめちゃめちゃ得意だった。だけどそういうややこしい場所から、流れが重い、しかも障害物がいっぱいあるややこしい場所からね、大きい魚を取れるだけのパワーが残念ながらなかったんです。だからなんとかして軽いルアーをうまくキャストができて、でなおかつ大きい魚を寄せれる釣り竿が欲しかったんですよ。ずっとそれを思ってたんですよ。だけど同じ考えを持ってたのが、実は赤塚社長の赤塚健一で、彼の場合はね、本流のものすごい重い流れの中から60、70っていう、どうやっても76じゃ取れなかったモンスターレインボーをなんとか取れないかなってやっぱり思ってたみたいでね。プロトで、77M っていう番手が、実は自分がこのロッドの開発をする前に、1段階あったんですよね。でもそのロッドでは残念ながらライトルアーのキャスティングっていうのがすごく苦手だったんですよ。うん、重いルアーならどうにかなるけど、軽いルアーはちょっとキャストが厳しいよねって、それをキャスト技術でなんとかしてねじ込むこともできるかもしれない。だけどそれって皆さんにね、ちょっと我慢してください、取れるかもしれない、でもキャストは難しいよね、だけど練習してください、それじゃ不十分だよね。だから、誰でもが簡単に軽いルアーを扱える、しかもパワーロッドを作りたかったんです。それが去年ね、リリースになった、肝付きスペックっていうサブネームを持つビーム3プラウト 78ML、自分が本当長年欲しかった釣り竿がようやくできました。それを可能にしてるのがね、ここ最近のフィッシュマンのロッドではもう主流になっている3ピースコード。手がヌルヌルして抜けないよジョイントがね、こことここなんだけれども、ジョイントが多いっていうことは、単純な話ネガティブに捉えると折れる可能性が高いんじゃないかとか、あとは重量がかさむんじゃないのかとか、そういったネガティブなこともやっぱり頭に浮かぶ方も多いかと思うんだけれども、実はもう何十年も前からフライロッドの世界ではマルチピースっていうのはもう当たり前なんだよね。美しい曲がり、素直な曲がりが要求されるフライロッドで、何十年も前からマルチピースのロッドが OK、 十分使えてたのに、ルアーロッドでそれができないわけがないでしょう。でうちのロッド波継ぎでもう曲げてみられたことがある方よくわかると思うんだけど、3ピース、そこに継ぎがあるとは思えないようなスムーズな曲がりのロッドができました。その3ピース構造に秘密があって、各セクションごとにね、最適な素材を配置することによって
2ピース1ピースではできないようなロッドの曲がりを実現します。もっと言うとね、例えばこっち方向に曲がる時の強さとこっち方向に曲がる時の強さを意図的に変えてるんです。だから不思議なんだけど、素直に曲がるんだけれども帰りが適切な、なんて言えばいいかな、帰りのスピードが結構速く感じる。それが軽いルアーを扱いやすくもさせたり、あと飛距離も出させたり、アキュラシーも上げたりっていうことに貢献してるんですね。ちょっと不思議な感覚、こっち側の曲がりの強さとこっち側の曲がりの強さがちょっと微妙に違うっていうね。でもっと言うと、ガイドの間、このスパンでも細かく実は素材を、曲がり方を変えることができるんですよ。そういう、なんていうかな、すごいテクノロジーを投入して可能になったのがこの、ビーム3クラウドっていうことです。で、動画でね、今散々軽いロアが扱いやすいよとか、いう話をしたんですけれども、実はこのロッドは軽いロッドが扱いやすいだけじゃないんですよ。モンスターを取るために割と強めに設定したパワーが、功を奏してっていう言い方が適切かな。ビッグベイトも扱えます。6g から、そうだね、ロッドにはマックスウェイト30って書いてあるけど、これはまあ嘘とは言わんまでも、うん、これの倍ぐらいのウェイトも全然しょえちゃうんですよね。それをやってるのが今この動画なんだけれども、扱ってるルアーは3連結の、ウェイト大体フック込みで 60g ぐらいのビッグベイト投げてます。他のメーカーさん、使ってるルアーはね、セビルっていうメーカーのマジックスイマーっていうルアーなんだけど、他のメーカーさんで言えば、まあ、あのガンクラさんのジョイクローの178とか、そのぐらいのものでも十分しょっていただけるし、投げてるところをよく見てほしいんですよね。今これだ。これフルキャストの絵なんですけど、軽いルアーを投げてるのとそんなに極端に違うスイングをしてますねえ。至って普通に投げてるじゃないですか。軽いルアー投げてるのとそんなに変わらないスイングができちゃう。でもライトルアーが扱いやすいっていうね、不思議なロッドなんだけど、そういう魔法の杖ができました。ちなみにこの中でリプラウトを使っていらっしゃる方っていらっしゃいますかね。手挙げてもらえば。あ、今いない。なんかもともとリプラウトに興味があったっていう方は、ああ、ありがとうございます、うん、こっちではどういう釣りになるのかな。自分はこれ河川で使うために作ったロッドなんだけれども、港湾の釣りってこっちでもやっぱり盛んだと思うんだけど、うん、河川、港湾、小さいルアーから大きいルアーまで様々なルアーを使った釣りにマッチするので、使用範囲が大変広いロッドです。あとね、今これファイト映像が見れると思うんだけれども、これね、取材の最終日ですよ。もうケンさんたちが飛行機に乗るっていう3時間前のことだったんだけど、あんまり実は釣れなくって状況が良くなくって、で最終日この、最後のチャンス朝まずめにかけたんですが、今ね流しているのが、スネコンかな、アップにルアーを入れて投げてます。すごいコンパクトなスイングでしょ。コンパクトなスイング、大きく振る必要っていうのは一切ないんですよ。小さいテイクバックで十分曲がるので、でそこからスムーズに腕を振り出していただくだけ。キャストのコツは、リプラウトでのキャストのコツは大きなスイングをしないってことですね。小さくスイングしていただく。それで十分曲がるし、十分な反発力もあるので、小さいルアーもかっ飛んでいくと。で今からセットするのはビッグベイト。さっきもちょっと話したセビルのマジックスイマーなんですが、もうね、本当に釣れない状況だったんだけど、ラストチャンスをものにできました。バイトからファイトまで見れるんで、ちょっと見ていってください。投入1投目でした、実は。それまで流してた13センチクラスのルアーで全く反応がなかったんだけれども、ビッグベイトに投入した1投目でした。だから待ってたんだよね、魚は。もう遅い秋だったんだけど、そろそろ落ち合いが始まるっていう時期で、でかいルア、でかい餌が流れてくるの待ってたんだよね、魚は。でこういう曲がりです。ティップからベリーにかけてはね、深く曲がり込んで魚をいなしてくれてるんだけれども、バットはまだまだ残ってるよね。
ヒットしてるシーバスはね、どうかな、80あるなしぐらいのサイズなんだけど、うん、このぐらいのサイズの魚は楽しくファイトができます。全く焦る必要がない。実はね、このポイントすっごい際どいポイントで、今この流れが強いところあるよね、ここぐらいまで、実はそこに積み石が入ってるんですよ。そこから先は1メートル20センチぐらいのドロップオフになってて、そこの際でヒットした魚、あっという間に浮かせてしまって、手前の流れが緩い浅いところで今いなしてます。で、足場がめちゃめちゃ悪くてランディングにちょっと手こずったんだけど、魚のルアーの食い方もめちゃめちゃ良くって、がっぷりビッグベイト横具合で、ボガがなかなか入りません。いや、ボガが入らないって自分で言ってるね、ファイト中に。はい、ようやく入りました。ケンさんたちが飛行機に乗る3時間前の出来事です。もう本当にほっと胸を撫で下ろした一瞬だったんですけど、ファイトしているのを見てもらっても分かると思うんですが、ヒップからビリにかけての素直な曲がり、粘りが魚をすごく、なんていうかな、抑え込んでくれます。見てこの安堵の表情。やっと釣れてくれたランカーでした。で、こんな感じのロッドです。今回はね、動画が、川での釣りでした。だけどきっと、あなたたちの住んでらっしゃる、皆さんの住んでらっしゃるエリア、極端な磯とかサーフとかでなければ、河川でも港湾でもはまります。いろんなルアーで遊んでいただけます。 6g のシンキングミノでもいいし、60g のビッグベイトでも結構です。いろんな釣りに使って楽しんでいただきたいと思います。リップルアウト、名前はね、リップルアウトをもじった名前です。波紋が広がる、ね、皆さんのフィールドのあのレイダウンの奥に波紋をぜひ広げてみてください。よろしくお願いします。以上でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして代表の赤塚と申します。よろしくお願いします。ハウリングしてる亀谷君、ちょっと俺の方のマイクを若干下げれるかな。大丈夫かな。大丈夫。あ、それね。はい。新製品情報を含めまして、5本をこう足早に説明していこうと思うんですけれども、その前に皆さん先ほどシエラを投げていただきました。で、これから投げられる方もいらっしゃるんですけど、あのティップセクションと胴によって、曲がる胴によって 1-2g をライナーではわすことができるんですね。で、このメカニズムを、長尺ものの7フィート9インチに搭載したのがインテです。で、なおかつ、インテはベリーをも強くして、万が一の70オーバーのシーバスが来てもこの細竿で止めることができる。で、あのシエラのメカニズムは皆さんティップのセクションのピンっていうのを散々見ましたでしょ。あれが、これにも入っていてこうなるわけですよ。で、曲がることは、曲がるように作ることは誰でもできるんですが、これを早く収束させるのが難しいんです。で、あとこう、例えばいろんなロッドを持った時にこうやった時に、なんていうのかな、もうちょっと下から曲がっていくんですね。そうなると離した時には、離した時っていうか、例えばデコピンでいうとですね、横からここの関節が曲がらないスナップと、ここがピシッて曲がるスナップとでは、ちょっとね、速さが変わるでしょ。それがここのセクションなんですよ。こことここ、だからこことここを曲げることによって、シエラはあの 2g をバンと飛ばすことが可能なんですね。で、シエラの場合は振りが小さく、こういうこれぐらいでやってました。で、実際 79UL も同じような発想なんですけど、この割と強めの胴に対して、やや曲げることに成功したので、実際の、テイクバックからの曲がりでここまで入るんですね。で、70オーバーが寄るバットなんですけど、それはもう豪天とかコモドとか触れば一撃で分かりますよね。あの太いのを曲げることができたので、これぐらいは容易なんですね。で、これが入れば、こう徐々にエネルギーが上に溜まっていきますよね。この感じの時ですよ。で、ずっとそれが移行していくわけです、自然に。
その時にここなんですよ。ここにさえ乗れば位置は飛ぶんです。うん、簡単に。で、あとは離すだけ。で、シエラのキャストの方が逆に言うとちょっと難しいかもしれないぐらい7級の方がイージーです。例えば去年の夏とかでいろんなお店さんでイベントで行かせてもらってたんですけど、これにね、アルテグラとか LT とかを乗せて03、02とかの PE を乗せて 1g のジグヘッドの先先端を折ったものに、1インチのアジワームをつけて、これ投げてみてもらえますかってお店の人に何人か聞いたんですけど、まあ、みんなが必ず嫌ですと、くしゃくしゃにバックラッシュさせちゃいますからって言うんです。だけど、この長い分ですね、エネルギーがとてもスムーズに伝達しやすいので、実際はこれぐらいでいいですよって、何も難しいことしてなくて、これで今 20m と思うんですよ。これ予約された方インテいない、1人ビビりますよ。 1.5g とか 1g が 20m なんですね。で、何もベイトでやることないじゃないかって思うかもしれません。そんな軽いのをスピニングでも飛ぶじゃないかって思われるでしょう。しかしね、ターゲットはメバルアジとかなんですね。あとはすごい爪のようなマイクロスプーンを飛ばすマスの釣りとかレイクで、それから非常にその軽い、シケイダセミをレイクとかで、遠くに飛ばすとか、ブレイクの先に生かしたいっていう釣りなんですけど、その時に仮にメバルで、ランカーが多いであろう、磯とかで33センチを狙うとします。で、PE ラインで01、02とかを、スピニングでつけましてやりますよね。で、やるでしょ。でも、そのスピニングのリールのドラグってそんなに強くないじゃないですか。で、かかったらそれに依存しますでしょ。で、こう巻いて、あ、でもジリリリって出てますよね。フルロックだとしても大きければ、その時にベイトリールだったらってちょっと頭の中で想像していただいて、グンって行った時にサミング一発で1ミリも出さないことができるんですね。これすごくないですか。あんま考えないでしょ。その後、例えばスピニングリールでも1ミリも出さないことは可能だけど、スピニングだったらドラグを持って1ミリも出さないことはできるけど負けないでしょ。ベイトだったらここで1ミリも出さない上に負ける。で、このメリットをなんとかターゲットに組み込めないだろうかって思っていました。だけど、そんな軽いプラグを遠くに飛ばすベイトナットなんて、要するに柔らかいものはこっちに入るものは後ろに戻るのが自然じゃないですか。それがこれは例えば今力向けて下に向けますけど、戻るスピードと戻る位置を見てください。後ろになかなか行かないっていう、すごいでしょ。魔法みたいでしょ、夢のような。だからライトプラグがピンに打てて遠くに飛ばすことができると。だからツイッチングができるんですよ。全然パラボリックではない。トップオーダーもいけてしまう、という不思議なロッドなんですね。これがインテ。シーンは、すごく広がります。磯やそのランカーが出やすいであろう、そのなんだ、そういう釣り場ですね。そこでのアジ、メバル、それからバチ抜けのシーバス、さっき言ったね、レイクのセミとか、でそういう風な小さなルアーを遠くに飛ばしたい、ピンにあそこに送りたいっていう風な釣りに使ってほしいのがこのインテ、79UL というロッドです。で、ちょっと巻きでいきます。で、もう一つが、73L というローワー、 73L というモデルもリリースします。これも今予約受付中で、4、5月のデリバリーとなっております。これはもっとバーサタイルで、この調子、このシナリオです。これも同じようにピシャッとこう吐く止まるんです。だからトゥイッチもいけるし、トップウォータートップチルとかでペンシルでドッグウォークさせることも容易
なんですね。でこのセクションがまた同じようにインテと同じようにクイッと入るセクションなんですけど、この戻りのスピードを操作しました。適度に遅くしているので、例えばバチ抜けシーバスとか、デッドワカサギみたいなのを吸い込む感じのバイトの時にツンと入っていって適度に戻るので、例えばバチ抜けシーバスとかをやったことがある人のある人であれば、あのフッキング率ってあるじゃないですか。あのフッキング率がちょっと、じゃあちょっとどころじゃなくて変わります。それがとてもイージーです。でこのロッドはバチルアーの5センチとかが、これも容易に投げれます。で僕はテストではシャロークランクの 1.6g がライナーで打てるようになる。だけど12センチクラブが、スパッと決まる。でローアーっていうのはロー、低いで低い弾道でこれも打てる、打つことが得意なロッドなんですね、うん、で普通にこうやって投げる出来上がるでかいループがありますでしょ。あれをもっとクイックな振りにするとループが小さくなるんですね。ということは初速が出ますでしょ。初速は対岸のオーバーハングの幅に合わせちゃうとか、1メーター口が開いてるオーバーハングの時は普通のループで、狭い30センチ未満しか開いてないようなオーバーハングの中に突っ込む時は、割とクイックなループでピッと入れちゃうとか、フライフィッシングのイメージです。ナローループ、ワイドループ、それによってその初速とか、ハングの中に入れるのを操作すると、ある程度入っちゃう小さいスモールプラグがそういったところに入ってしまえば、まあお茶株ですよ。まあそんな、73ですね。であと最後に、BC4 というロッドを作りました。でこれはブリストーベースでなので割と張りがあってバスロッドみたいな感じなんですけれども、これがまずライジェンの特徴が、4ピースになります。なのでリュックとか、国内向けのスーツケースとかに入っちゃいます。これ3ラインナップともこのサイズになるので、アジア圏とか、オーストラリア、アマゾンもこの3本で OK です。で一番強いやつは8オンス9オンスが投げられるようなモデルとなっております。だからビッグマグナムベイトの方から、あとはその一番強いところは後で振っていただければと思うんですけど、ほとんど素振りでは曲がりません。あの棒ですね、こんな感じ、すごい棒なんですよ。これは使わない、いらないわ、うん、って思う人のがほとんど大半だと思うんですけど、これはもう完全にあの趣味で、個人的趣味で出したんですけど、これがね、でもね、もしも曲がったらこれですよ、これ棒なんですけど、これがもし曲がったら5オンスとか6オンスとかがライナーで飛ばせるんですよ、低弾で。フィッシュもやらないわけないでしょ、やってみたんだよね。これが入っちゃうんですよ。これ4本継ぎですよ。8オンス9オンスがぶん投げられるもの。でもね、あともう一点要素、やりたいことがあって、まああちこちにいるであろうマングローブジャックとか、パプアンバスとか、例えばこういうやつ、こういう魚がね結構至る所に、まあ、いたりいなかったりするんですけど、あのディープダイバーみたいなのを極めもうあのレイダウンだらけみたいなところに生かすんですよ。でその辺からね、顔を出して食うのを待って、来るのなんか来るの待ってるので、ポンって行ったら、あの曲がるロッドだとすぐ根の中に入っちゃって取れないんですよ。10バイト0キャッチみたいなことが結構あって、それであの一瞬で引き剥がしたいっていう風なロッドをなんとかして作りたかったんですね。でそれで生まれたのがこれで、あるだけどある程度の負荷をかければ曲がれば、あのファイトの時にすごく楽なんですよ。コンボみたいな作って、そう、腕が辛くてですね、本当にもうバカになってきて、で腕が疲れてくるとピンに決まらなくなるんですね、うん、
それが結構ね、ダメージがでかいので、曲がればすごい吸収してくれれば疲れない。まあ、うちのはほとんどがそういうラインナップとなっております。まあ、そんな BC4 は、初回の受付予約がですね、完売してしまって、今2回転目の予約になっていて、それも残りわずかなので、いろんなお店さんとかお急ぎください。で、一応その全ラインナップ今後ろの方で、ロットございますので、特にインテとか73とか強めにピシャピシャちょっとやってみてください。びっくりします。本当にびっくりします。そして慣れてくればほとんどバックラッシュしないです。でシエラなんかもさっきこれから振ってもらってると思うんですけど、ワンシーズンを通して本当に慣れてきたらトラブルは激減します。なので実践としてのギアなんだなっていうのは理解していただけるかと思います。長い間ありがとうございました。